ということで本日の対談ゲストの方なんですが、さっきも言っていたように男よりも強く女よりも優しくというそのテーマにまさに合ったすごく男らしい方というかね。そうですね。すごくいやもう本当にいや男よりかっこいいし、そうですね。女よりすごいなんかこう中身が美しいよね。あ、そうですね。なんかね、いろんな話が、また聞けるので、はい、この辺にしておきますが、はい、ではそんなゲストの方の対談、はい、じゃないプロフィールを紹介したいと思います。お願いします。はい、本日の対談ゲスト井浦とあさんです。1986年10月7日生まれで現在29歳です。東京都墨田区下町育ちで24歳で植木屋職人になることを決意します。27歳で胸オペ、性別適合手術の同時オペをタイで行い、戸籍変更をしました。29歳現在は、ソルーナエスペランサ FTM パスグッズを開業。そして本業の植木屋との二足のわらじ、その他、海の家オフ会など交流イベントを開催しています。井浦とあさんです。大きな拍手でお迎えください。大きな拍手を。私ですか。そう、はい、じゃあ2日なんだけどね、名物のプロデューサーということで、はい、はい、びっくりした。聞いてないよこんなのと思って。聞いてびっくりした。ていうかね、ありがとうございます。みんなね、プレゼントがあるみたいなんで。ええ、すごい。まずね、一番おもろいのは、はい、メインのちょっとまず。何ですか。メインの。メイン。招待。招待じゃなくて。プレゼント被害してない。え、なんどこに行ったの。手書き。バイト。メイ実は手作りのリナのケーキを、まあ、いやバッグ引っ掛けたから後でいいよ、大丈夫ね。実は本当ここにケーキをプレゼン、昨日あの後パーティー終わった後夜中徹夜してすごいケーキを作ってた。あーケーキを君のために。ありがとう。そしたら、はい、焦がしたので、今日すごい落ち込んできたのうちに。で、すごい顔してきて、で、サーちゃんが、プロデューサーが、サーちゃんが、いや、引き換え券、じゃあその気持ちだけ、引き換え券しなって言ってな。で、その引き換え券を。ごめんなさい、本当に。プロデューサー。ごめんなさい。はい、じゃあね、OK、リナのプレゼントね、はい、ちょっと手紙に持ってこられた方。はい、はい。はい、おー、こう交流会、だから今日リナが、はい、基本的にそうだからそういうことや。いやなんか私ここ泊まる予定だったんですけど、でもあまり体調が良くないならタツの事務所の方行って休もうかみたいな話をしてくださってたんですけど、でも今日になってリナも向こう泊まっとけばいいじゃん。あれ昨日と言ってることが全く違う。まあいいかと思って。あ、そういうこと。そうですね。みんながプレゼントはこの交流会の中で、はい、っていうことで。ありがとうございます。はい。イエーイ。ありがとうございます。近いじゃん、10月7日。そうなんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー
してるから、はい、すごい早い。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ改めて、はい、どうぞ。そうしましたら、はい、改めて今日の対談ゲストは井浦とわさんです。大きな拍手で。ます。あとは。はい、それでは皆さん乾杯をしたいと思いますので、もうお酒飲みたくてしょうがないみんな、ね、飲んでる人もいる。あ、多分ミサが一番飲みたい。あ、ミサ、茶色くない。ミサ、飲め飲め。はい。はい、それでは準備はいいですか？はい。はい、乾杯。あ、乾杯じゃない、ダメだ。勢いでいっちゃった。はい、今日の軽食は、僕が作ったかぼちゃケーキです。美味しく食べてください。美味しい美味しい本当に。はい。あのケーキ得意分野です。はい。期待してます。はい。メインボリューム。あ、引き換え券。はい。引き換え券。はい。はい。すいません。はい。メインボリューム18。皆さん盛り上がっていきましょう。乾杯。イエーイ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 。はい、はい、それではね、あの皆さんお間違いね、対談に進んでいきたいなと思います。はい、はい、で、メイブのね、テーマ、そもそもね、メイブのテーマは命と愛と LGBT っていうことでね、愛がね、最近加わってっていう形なんですけど、はい、すみません、今日も報道書いてた、失礼しました。赤堀あずみちゃんです。あの、はい、ね、ここで、ここで今こうやって踊ってた。はい。なんかです。すごい似てるんですよ。似てるなぁ。似てる。すごい、すごい、すごい似てる。すいませんね。似てる似てる。かっこいい。すごい似てます。これ、はい、そう、プレゼントだね、これは。はい。プレゼントします。ありがとうございます。お持ち帰りください。誕生日プレゼント。はい、そうですね。はい。はい、一応。はい。で、テーマがね、命と愛と LGBT の愛ということでね。はい。愛をテーマに話をしていきたいなと思うんですけど、愛とは、何だと思いますか皆さん、はい、愛とは、はい、まあ、正直難しいとは思うんですよね、はい、人それぞれ違うと思いますし、はい、でうん、僕は正直、はい、今今年30になりますけど、はい、まだちゃんとした愛っていうものをあの把握できたんやと、はい、まだこういうものだって明確なものは言えないかな言えないかな、はい、失礼しました、うんうんうん、まあでも今愛する家族や友人や、まあ、パートナーだったり、はい、自分がおじいさんになっても同じ気持ちでいて、はい、うん、で思いやりとか歩み寄りとか相手の喜ぶ顔とか、うん、そういうのを近くで見れたらいいなって与えられたらいいかなって思いますね、うん、はい、とてもなんか素敵な ね言葉をいただきましたけどね、はい、わからないですよね。私も愛って言われても、はい、なかなかピンとくるものも見つけられてないですし、毎回ね、愛とは何だろうっていう話をした時にいろんな話が出てくるんですけど、なんかもうひたすら探しているものでもありますよね。なんか自分探しの旅と一緒みたいな感じですよね。愛もなんか愛とはっていうのってやっぱりその時の感情とかその時の思いで変化していったり、でもなんか誰かを大切に思ったりとか、あの本当好きって思うことってすごい大切なことだなっていうのは感じますね。思いますね。はい。そうですね。そんな中、とわさんは FTM っていうことで女性で生まれて、はい、と思いませんよね、皆さん。まさかって感じですよね。思え本当に全然、はい。で、心が男性で、今は手術も戸籍変更も、はい、しているっていうことなんですけれども、はい、FTM だと、まず一番最初に自覚したのがいつ頃だったんですかね。そうですね。中学校1年、2年くらいですかね。はい、ちゃんと自覚した。FTM っていうものが、自分がどんな生き物かわからなくて、はい、ちゃんと FTM っていうものがある、名称があるっていうことを知ったのが、で先生を見てって言ってましたよね。そう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 です。上戸彩さんが、はい、やったあの役ですね。あれ見て、はい、自覚をした。しました。あ、自分これだと思いました。はい、でもなんか子供の頃からあのランドセルとかあの着る服とかっていうのは感じてた。ね、いろいろなんか違うなっていう。そうですね、水玉のワンピース着せられて大暴れみたいな。みたいな。そうですね、とか、まあ、ランドセルも嫌だったし、あとはちゃんと呼ばれることは。うん、くんでしょみたいな、はい、とか、まあ
お兄ちゃんみたいなおちんちんいつ生えてくんの僕にみたいなことを言っていたみたいで。あ、お兄さんいらっしゃいますよね。います。あのメイブのあれじゃないですか、フェイスブック上げた時お兄さんもシェアしかなんかしてくれてました。あ、おそらくうちの家族は多分全員。あ、ありがとうございます。本当にだから素敵なね、なんだろう、そのトワさん の、うん、あの持ってるものってすごいきっと素敵なものなんだろうなっていうのをすごい思って、うん、ね、一度二度ぐらいお会いしてますけど、またお会いするのをすごい楽しみにしてたんですけど僕も、はい、で、そんな中で、治療をその中学生に気づいて治療を開始したのはどのくらいだったんですか。19歳の頃でしたね。はい、はい、ホルモン治療ですね。ホルモン治療からまずやりました。はい、硬くないですか。緊張してますよね。すごい、このこれあの僕が一番最初のね、あのここのステージに立った時も同じポーズ取ってたなと思って、足開いてこう突っ込まれたんですよ。上海、オランダ、みんな見てます。お、翔太かな、上海は。ありがとうございます。ありがとうございます。オランダはミキちゃんかな、うん、ありがとうございます。はい、はい、ね、まあ、治療、ホルモン治療を開始して、はい、でそれから、はい、手術を27歳で、はい、胸オペと、性別適合手術を行った、同時オペで行ったということなんですけど、19歳から年数結構空いてますよね、はい、で結構今の若い子たちっていうか僕たちの世代の子とかはポンポンって手術も一気にしちゃう感じじゃないですか。 そうですね、そこ間空いたのって悩んだりしたんですか。全然特に悩みはなく、はい、いつかするだろうなっていう、はい、まあ、あと金銭面もありますし、はい、あとやっぱり情報がなさすぎたっていうのと、うん、アテンド会社っていうのも今はもう本当にみんな悩むくらいあると思うんですけど、はい、僕らの時はやっぱそういう情報もなかったし少なかったし、はい、うん、でやっぱりまあ、変な話ですけど、はい、やっぱ僕らみたいのを利用する人も中でいた。だからやっぱり怖かったですよね、はい、もうここって決められなかった。うんうん、やっぱり一番いいのは情報の少なさだったかな、はい、当時、うん、そうですね、はい、でもここに対談で来てくださる方みんな言いますよね、はい、最初の頃はそんな情報すら知るすべがなかったから分からなかったっていうのが、なんか今私たちの世代がこう出てきた時にそういうのが変わっていくのかなとも思います、ね、そうですね、はい、でね、その中、まあ、治療をしていて、今は男性として、生活をしているっていう形だと思うんですけど、そんな中で今、ね、ここみんな聞きたいと思うんですよ。 FTM の人みんな聞きたいですよね。ね、聞きたいですよね。ソルナ・エスペナーさんのね、開業ということでね、はい、今今準備っていう期間というか、はい、そうですね、まあ、順調にいけば来月に販売開始かな、はい、正式に、はい、かなと、はいはい、パスグッズっていうことでね、はい、そのきっかけ、その開業をしようと思ったきっかけって何だったんですか。そうですね、昔から、まあ、アパレルには興味があって、でも何かやるっていう明確なものはないし具体化もないし、で、まあ、自分がその胸を押さえるタンクトップが、はい、パスグッズがあるんですけど、うん、それに出会うまで晒しまいてたり、はい、腰痛用のコルセット巻いたり、はい、僕もそうだったんですよ。コルセットずっと巻いてて、いやもう本当肩凝るし痛いし、ね、苦しいしみたいな、暑いし胸にしかゆいし、そうなんですよ、うん、はい、でもやっぱり情報が少なすぎてその胸を潰すものまでたどり着かなかったんですね、はい、それで、まあ、普及し始めてネットもできる環境も家にできて、はい、やっぱいろいろ調べ始めたんですか、自分のことを、はい、そこで見つけたんですね、そのシャツを、はい、でもすぐ買って、はい、でもう着たらもうすぐあれですよ、ゴム製じゃないですけど、はい、もうこんなのって着るんですよ、こんなのきつい、でも潰れるししっかり、はいはい、着方わからないうち大変じゃないですか。超大変、汗だくんで一回着てくれるのにすごい汗だくですよね。でもそれにすごく救われて、はい、やっぱり今までは背筋をこうで丸めて胸隠すように歩いてたし、でもそれを着るようになってからやっぱこう、はい、もう堂々としてたし、はい、とにかくそれにすごく救われた、はい、ものすごくその鍋シャツ、お鍋のシャツって言われて鍋通称名が、
はい、鍋シャツに救われた。でまあいいな、こういうのいいな、はい、でアパレル興味あるし、うん、だったら上があるんだったら下あってもいいんじゃないのっていう、うん、で胸オペなんかしちゃったらもう必要ないし、そうですね、でも下の手術はもう金額も高いし体への負担もやっぱすごいから、下のものがあってもいいんじゃないかっていうことで、はい、でそれで誰かが一人でも救われる、自分が救われたように誰かが救われるんだったらなおいいと、やるしかないよねっていう、はい、うん、いやもう本当にきっかけですね。ブログ見てもううわーと思って、この人たち何をしてる人たちなんだろうって、あの今日来てくれてるね、あの今かあの一緒に来てくれたんですけれども、翔也くんとね今一緒にやってるみたいなんですけども、初めて出会ったのが1年前で、あの名刺がちょっとかっこいいんですよ、デザインとかが。でだからうわこの人たち何やってる人なんだろうっていうのをすごい気になってて、でブログとかこうまめに見てるんだけど、なんかイベントやったりしてるみたいだけど、何しでかそうと思ってるのかなみたいなのをずっと思ってて、そしたらパンツ出たと思って、これもう問い合わせするしかと思って、あの画期的なあのエッセンスを長野県にもぜひ持ってきていただきたいとか言ってメッセージ送って、そう汚い、ごめんなさい、いやマジで本当に興奮大興奮でマジついちゃうのと思って、はい、大興奮だったんですよ僕で、あのすごい人たちがいるって言って、最近あのずっと気になってたんですけどって言って伊藤さんとかに話して、いやもう本当にこれはいいと思うって言って会ってくるって言って、6月頃かな、そうです、ね、にお会いして、はい、来ていただいて、はい、はい、それからあのぜひぜひ対談ゲストに来てほしいということで、あの呼んだんですけれども、はい、でねそんな形でね、すごいこう自分が快感っていうか、その快感をね、シャツで快感を覚えた時に、あの時の快感をもう一度みたいなとね思って、今度ねその FTM の、 皆さん、女性からわからない人もいると思うんで、女性から男性へ、心が男性、体が女性っていう、そこから性別適合手術をしてる人もいるし、僕みたいに何も治療してない人もいるんですけど、そんな人たちのためにパスグッズを作るっていうことをね、さらにやろうというね、画期的な、はい、ことをしていただいてるんですけど、で今少し触れたんですけど、今日も会場に来てる翔也くんとの一緒にやろうっていう話をトアさんからしたと思うんですけど、その思った理由っていうのは何だったんですかね。そうですね、まあ何よりも信頼、信用、はい、だし、まあ最初は出会った頃は、まあ、年下の子から、まあ、友達じゃないよな、先輩後輩になり、それからだんだん家族のような、はい、弟のような感覚になって、何してもついてきてくれるじゃないけど支えてくれる、だから俺がこけそうになればここを掴んで起こしてくれるし、うん、で、トワさんなら大丈夫です、絶対大丈夫ですっていう、なんだろう、常にこう背中を押してくれるっていうのかな、はあ、縁の下の力持ちじゃないけど、俺が折れそうになった時は助けてくれるし、うん、右腕っていうか自分、はい、うん、だから、うん、こいつなら俺これやりたいんだけど、将来の保証まだないけど、はい、お前とだったら大丈夫な気がするから、ついてきてくんねえか、やってくんねえかなって一緒に、はい、で、まあ必殺返事で、はい、やります、俺やります、素敵ですね、すごい素敵で、本当にね、出会ってからはしばらく経ってるんだと思うんですけど、1年2年ぐらいでそういう関係を築いてっていう感じですよね。で、話を聞いていたんですけれども、ブログの方で男より強く女より優しくて、今日 のタイトルにしてるんですけど、その言葉をこう持ってきたんですけど、それって自分すごい気になってて、いい体してるんですよ、いやいい体してますよねでめっちゃかっこいいんですよね、なんかこうが
うん、あの男よりたくましいっていう感じするじゃないですか、うん、で、もうブログとか見てください本当にいやすごいんですから、いい体してますよマジで皆さん見てください、はい、見ました、すごかったですね、あのもう興奮して見せましたねすごい、はい、本当にすごいそういう体つきをしているのが先で、この何男より強いみたいな、で、すごいね、女より優しくっていう、女より優しくっていう部分すごいね、トアさんすごい話してて思ったんですけど、人の魅力を引き出すのがすごい上手っていうか、翔也くんとかの話をね聞いて、この後多分少しちょっと話してもらいたいんですけど、魅力をねピッピッて引いてくるのもねすごい上手いっていうかね、なんかそういう人に対しての優しさを持ってるのかなっていうのも思いながらっていう感じなんですけど、なんかこの言葉をつけたのが先なのか、その自分の人となりが先なのかっていう、なんかその辺がどっちなのかなっていうのはすごい気になって、そうですね、タイトルの方が後でしたね、はい、はい、で、なんだろうな、はい、何を話すの、ブログを、うん、やり始めた時の話とか、あ、そうか、少し、ですね、まず、まあそこにいる翔也、はい、出会いました、はい、で、こいつは何なんだろう、まず、はい何なんだろうって何で思ったかっていうと、はい、いつもニコニコしてます、はい、いつもハイハイ言います、うん、言われたことをやります、それでこいつ楽しいのかと、で、そんなに人にいつも笑ってて、うん、疲れないのかなとか、自分の意思はどこにあんだとか、うん、自分の思いはどこにあんだっていうのがすごく気になって、うん、でも話さないし、自分の話全然しないし、人の話聞くばっかだし、うん、どん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 こう引き出そうと思って、はい、何が一番当たるのか、いろんなジャンルをいっぱい投げて、はい、でもまあ話すけど、うん、うん、これじゃなかったな、これじゃなかったな、はい、そこで一番こいつがベラベラ喋ったのが筋トレだったんですね、はい、筋肉マニア、とにかく、はい、で、あ、これやるしかねえやと思って、はい、嫌いだけど俺トレーニングするわ俺トレーニングやるっつって嫌です、もう大嫌いなんですよ、嫌いでトレーニングを始めた人があれだけの体になるってことですよね、うん、やってもらいましたね、はい、ですそうです、はい、それをやって多分こいつは、はい、多分俺のために一生懸命なわけ、はい、だけど俺はそれでよしよししめしめみたいなこいつのいろんなものを引き出せるって思っていろんな部分見れる、そしたらやっぱりなんかこう言えばムッとする、今まではハイハイ言ってたやつなのに、はい、急にムキになったり筋肉の話した、はい、いやそれは違いますそういう態度もするんだみたいな、面白い、でまあでもせっかくだからこんなにいいものを持ってるんだったら FTM のためにそこでもぶち当たるんですけどね、俺は別に FTM のためとか考えてないです、でも俺はそのやっぱ作りがどうしたってしょうがねえよ、次元だからそこはやっぱ開き直って自分で受け止めようぜ、うんうん、だから FTM のために配信しようぜ、発信しようぜって、だけど俺らアナログ人間だからやり方とか分かんないしっていうことで、はい、ある一人の方にお願いして、そしたら俺がやってFTM、その子も FTM の、はい、その方もすごい筋肉してますよね、うん、変わりましたね変わったんですね、もともとひょろひょろ、あ、その変えたんですね、そうや変えたね、あ、素晴らしい、長野住んでくれ本当ですよ、お願いします、メイも変えてくださいジェブなんで変えてください、一緒に頑張ろうか、はい、お願いします、そうですね、それがきっかけかな、だから名前は後だし、はい、ブログを始めたきっかけっていうのは、はい、こいつのを、はい、どんどんやってけっていう、はい、うん、っていうね、そんなね素敵なエピソードもありながらっていう形なんですけど、ね、寝てる場合じゃない、お前ちゃんと聞いとけよ筋トレ、めっちゃ聞いた、はい、かわいい、はい、かわいい、ということでね、それ僕の時パンツだから今日、あ、そう、パンツパンツ、今日はパンツ、受付で楽しくそういや僕もパンツですから持ってて、はい、で、はい、でね、男より強く女より優しくって最終的にどんな人だと思います？やっぱり、はい、僕が思うに今話してて思ったんですけど、
本当にさっきまで全然分からなかったですね、はい、正直男より強い課題でしたもんね、宿題だったけども考えてくださいとか言ってすごく考えたけれども、はい、うん、男より強いでしょ、女より優しくでしょ、うん、まあ、結局人ですよね、はい、男とか女とか関係なく、はい、まあ、人としてで心やっぱり、はい、って思った時に今ここで話してリアルタイムで思ったのがこいつが変わったのが一番いい例かなって思いますね、はい、うん、そうですね、あんだけ殻に引きこもってるようなやつが感情とは絶対出さないのにこんだけ変わったし、だから自分のために努力できる、それが人のためになることだったらなおさら、うん、だから、うん、強さ、優しさ、はい、うん、かな、いやね、あの人のことをこれだけすごいこう熱く話せるトアさんが僕はすごいと思ってて、で、アズがね書いてくれたんですけどね、どう、台本見てもインスパイアされないですみたいな、いまいちちょっと浮かばなくてって言っていう話をして、で話をしてる中で、最初は男の人と女の人、女より優しくて男より強いっていうことだから、その男と女の間に書こうと思ったんだけどっていう話をした時に、違うっつって、違うんだよって言って、男より強いっていうのは、まあ、なんか男よりこう飛び抜けて男みたいな感じだし、女より飛び抜けて優しいみたいな、なんかそういうイメージなんですっていう話をアズにしたら、アズが、わかりました、トワさんってことですねって、だからトワさんの似顔絵なんですよ、だからもうトワさんっていうその人間そのものなんだっていうことに一致して、だから今の話ともこうガッとハマったっていう感じですね。はい、ということでね、はい、皆さんね、もうまだまだ話聞きたいと思うんで、この後交流会で話してもらいたいと思うんですけど、はい、で、あとね、質疑応答タイムに入ろうと思うんですけど、その前に、今日は、はい、トアさんのと一緒にね、みんなで歌を歌いたいなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。多分ちょっと遅れて来た人たちは、遅く来た人たちは手元にないかもわからないので、見ながら一緒に近くに持ってる人たちいると思うんで、ちょっとこう回しながら一緒に見てもらえると嬉しいです。はい、で、今回、はい、糸という曲をね選んでいただいたんですけど、はい、その曲を選んだ理由を少し話してもらえたら嬉しいなと思います。そうですね、糸、まあ、歌詞もあるように縦の糸はあなた、横の糸は私、うん、もう恋愛だけではなく人と人と出会うで、まあ、やっぱ関わっていろんなものを生み出していく、温めて移動していくっていう、あったかい歌詞だな、深いなっていう部分で、僕の中ではすごく、大きな曲かな、はい、です、はい、いいですかね、はい、どうぞ聴いてください、糸。
幸せと呼びます。トワさんに大きな拍手を。ありがとうございます。こんなの知ってる。はい。はい。あ、まだですね。はい。はい、ということで質疑応答タイムということで質問ある人。怖いかな俺。いや、なかなか恥ずかしいですね、皆さん。そうなんですよね、恥ずかしい、シャイだからね。はい、なければ、はい、ないですか本当に。あ、お、来ました。じゃあここからこちらから出します。はい、ぜひ名前もよければ。はじめまして、よしと言います。トワさんみたいにイケメンになるには教えていただきたいです。いい質問や。男前じゃん、こっちもな。はい、トワさんみたいにイケメンになる秘訣、お願いします。イケメンになる、まあ、イケメンじゃないと知ってたけども、まず心が大事ですね。あと人を愛しましょう。愛される前に愛しましょう。素敵。皆さんですね、もう120点300点はい、じゃあトワさん、すごい無理してたよな。はい、いや、こいつ本当にこぼれるように喋るよね。はい、すごい素敵ですね。はい、怖い、うん、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。それではね、皆さんもう一度トワさんに大きな拍手を。ありがとうございました。ありがとうございました。